とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もコメントいただきました。ありがとうございます。本当にたくさんのコメント、皆さんありがとうございます。いくつかもらったんですけども、ショートカットができるじゃないですか。シーズン5で14回でショートカット、これがもう一箇所ショートカットができる場所があって、そっからやった方が周回が楽になります。これびっくりした、めちゃめちゃいい。ということで、今日はもう一つのショートカット場所紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。フィリゴー。はい、到着しました。ここです。なんと8階です。8階ということはボスを倒す必要がないんですよ。ならば時間はかなり短縮されますよね。14階よりも8階から行くようにした方が絶対いいです。マジでね、5分以上の短縮になるので10分ぐらいで周回することができます。これマジでやばいですねすごい簡単で、やり方はこの壁に沿って先に進んでいくだけです。そうするとクリアできちゃうんだよね。これはマジで驚きです。で、あとは自分の好きな装備をカスタマイズして30回のボスと戦っていけばいいですね。もうそれはね、どれをするかによって、まあ、難易度とか変わってくると思うんですけども、まあ自分のね、戦いやすい装備で30回のボス挑んでください。で、ここボス回だけども、もちろん出ません。もう出ないんだよ。8回でショートカットをするともう30回までノンストップで行くことができます。これやばい、やばい、本当にこれはやばいよ。まあ修正がね、いつ来るかはわかんないですけども、とりあえず今現在まだまだこれで周回していけるので、皆さんこのチャンスに最高の装備をゲットしちゃいましょう。俺もね、高速周回して、シーズン4よりもさらにいいやつをゲットしていきたいと思います。はい、ということで今日はタワーシーズン5の激ヤバなショートカット、また新しく発見されたというご紹介でした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。やばいよ。